こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はマーラータン鍋をご紹介します。お家でとっても簡単にできる薬膳風のスープ春雨なんですけれども、薬膳というと少し敷居が高く感じるかもしれませんが、生姜やニンニク、ネギといった体を温めたり殺菌効果のあるような食べ物を活用しながら作っていく、とっても簡単でなぜだか後を引くというとても不思議なお鍋を作りたいと思います。マーラータンのマーというのはしびれる辛さ、山椒のような、ね、辛さのものを指します。でラーというのは唐辛子系の辛み、ちょっとピリッとするようなスープが特徴なんですけれども、最近中国でも非常に人気が高いスープということなので、ご家庭で簡単にできるようアレンジしてみたいと思います。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。マーラータン鍋の材料になります。まず具材の方、豚肉とかあとお野菜、あと春雨ですね、こういったものをいろいろ用意しているんですけれども、冷蔵庫の中にある余り野菜なんかを使っていただければと思います。お肉も豚肉でなくても鶏肉でもいいし、魚介類でもいいし、具材は何でも大丈夫です。そして特徴的なスープの方の材料なんですけれども、まず薬膳スープのね、薬膳というところですね、長ネギと生姜とニンニクになります。ネギやニンニクには血液をサラサラにしたり、抗菌作用もあるし免疫力を高めるような効果がありますよね。さらにニンニクは天然の抗生物質とまで言われているくらい、殺菌効果やそして疲労回復効果も非常に高いお野菜です。そして生姜、こちらもジンゲロール、生姜オールなどの体を温める成分を含んでいます。あともう一つ、マーラータンのマーラーなんですけれどもね、ピリピリっとした辛みをつけるために、今回は四川風のラー油を使います。四川風のラー油というのは花椒のね、しびれるような辛さがあるのが特徴なんですけれども、もしなければ普通のラー油を使っていただいてもいいし、豆板醤などのような唐辛子系の辛みのものを使っていただいても結構です。このあたりはお好みで量も調節していきますので、何か好きな辛みのものをご用意ください。あとね、辛みじゃないんですけども、これ花椒をね、粉にしたホアジャオっていうチャイニーズペッパーと言われるような、そういうスパイスもあるんですよ。こういったものをね、仕上げに振っていただいても、しびれるような辛みの花椒の味わいをね、楽しんでいただくこともできます。この辺お好みの辛みのものをご用意ください。お酒とお醤油、それから中華だしです。今回はね、香味ペーストというのを使いますが、ウェイパーとかシャンタンなどのね、中華の練り出しと言われるようなものを使っていきます。鶏ガラスープの素や中華スープの素などで代用していただいても結構です。スープに使う香味野菜の方を刻んでいきます。全部これみじん切りなんですけれども、青い部分なんかを使っていただいても結構です。ネギは最初斜めに刃を入れて、また反対側を斜めに入れて、でこのように普通に刻んでいくと、もうみじん切りになっちゃいます。スープの香味野菜、ニンニク、生姜、そしてネギですね、結構たっぷり香味野菜使っていきます。まず香味野菜を炒めますので、油少々加えていきます。ニンニク、生姜は香りが良くなってきたら、その他の材料を加えてスープにしていきます。もし豆板醤を使う場合はこの段階で加えてください。ニンニク、生姜炒まってきました。お水が入ります。お水1リットルが入ります。お水が温まる間にその他の調味料も加えていきます。お酒が入ります。お醤油小さじ2が入ります。中華の練り出しです、大さじ2杯入ります。長ネギが入ります。ネギの香りをね、しっかりとスープの中に煮出してあげます。あとはラー油で味を調節していきますね。その間に具材の準備をしていきます。ニラは5センチ長さに切っていきます。今回のお野菜は本当にお好みですので、冷蔵庫にあるお野菜とかね、お好きなお野菜で代用してくださいね。食べやすい大きさにカットしていただくという感じです。キャベツはざく切りにしていきます。
スープが温まってきました。中華スープなど溶けてきましたので、ここで一回味見をしてみます。もし味が薄かったりしたら、お醤油とか中華の練り出しなんかを加えて調節をしてください。香味野菜がたっぷりなのでね、免疫力アップ、がん予防、体を温める効果、いろいろと期待できます。はい、それではですね、ここで野菜を煮ていきます。お野菜も豪快に入れていきます。春雨はこのまま乾燥したものを加えてしまって大丈夫です。春雨に美味しい旨味がギュッと吸い込まれていきますのでね、少し加えておくといいと思います。このスープの状態でも十分美味しいんですけれども、今回はね、マーラータンというちょっとピリ辛のお鍋になりますので、この段階でラー油をたっぷりと加えていきます。このラー油は結構ね、具材もいっぱい入ってるんですよね。ニンニクのチップとかいろいろ入ってるので、薬味ごとね加えていきたいと思います。おかずのようなラー油いっぱい売ってますのでね、ぜひお好みのものを見つけてみてください。私はちょっと辛みが効いているのが好きなので、結構たっぷりめに加えています。もうこの辺はね、お好みで調節してくださいね。もやしも加えていきます。そして豚肉です。今回はね、豚肉使っていますけれども、鶏でも牛でも、お魚とかね、あと魚の団子とか、もう肉団子とかね、あと餃子とかシューマイとか、もう結構いろんなものをね入れていただいて大丈夫です。中華の火鍋ってありますよね、あれのちょっと簡単版みたいな感じですね。はい、こんな感じで煮込んでいけば完成です。マーラータン鍋、お味見したいと思います。買ったまま失礼いたします。じんわり温まります。今回は四川風のラー油使っているので、辛みの奥の方に少しね、しびれるようなヒリヒリっとした辛さが来るんですね。私はね、四川風のこの花椒のね、辛み大好きなので多めに入れてしまうんですけれども、普通のラー油でもいいし、辛みはね、お好みで調節してみてください。本当にね、お野菜の甘さと香味野菜がたっぷり入ってますので、シンプルながら味わいも深くて、体の芯から温まってくるスープです。具材はいろいろアレンジもできますので、お好みの材料でアレンジをしてみてください。今回はピリッと辛いマーラータンのお鍋をご紹介しました。スープの味も材料も本当にレシピは様々なんですね。あり合わせのものでもできちゃうお鍋ですので、材料が揃うものだけでも結構ですので、ぜひ作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。私の LINE 公式アカウントができました。友達登録をしていただくと、いろいろなお得な情報盛りだくさんです。ぜひ友達追加お待ちしています。